モーリスはかつて存在したイギリスの自動車メーカーである。1913年に自動車生産を開始したモーリス自動車を起源とし、1930年代以降はより大きな自動車会社の一部門、もしくはブランドとなっていた。モーリスの名前を冠した自動車は BL 社の乗用車。 モーリスアイタルの販売が終了した1984年がその最後となった。カウレーマイナーサルーン10、4点シリーズ M マイナーシリーズ2000トラベラー1910年、ウィリアム・モーリスが自転車製造メーカーとして創業した。19世紀後半に登場した自転車は1890年代以降の英国ではサイクリングとして大ブームとなっていたが、 ウィリアム・モーリスの興味はやがて自動車の製作に向かい、1913年、自動車製造工場を英国、オックスフォードのカウリーに建設した。最初の自動車はブルノーズ・オックスフォードで2人乗りだった。ほとんどの部品は他社から買い入れ、モーリスの工場で行ったのは組み立てだけだった。1914年、クーペとバンをラインナップとして追加したが、 使っていたシャーシと 1018cc エンジンでは4人乗りにするには小さすぎた。エンジンを製造したホワイトポップにはそれ以上のエンジン製作にはお金がかかると言われ、モーリスは米国ミシガン州でトロイトに足を運び、コンチネンタルモータースから 1548cc エンジンを調達する。トランスミッションと足回りも米国製に変更した。 第一次世界大戦が勃発したが需要は堅調で、1915年半ばには、より大型で2人乗りと4人乗りのモーリスカウレーを投入した。コンチネンタル社からエンジンが調達できなくなると、モーリスはフランスの会社オチキスのコベントリー工場で、純コピー製品を作らせた。このエンジンで、ベーシックモデルのカウレーはより、パワフルとなり、 モーリス・オックスフォードはより上級クラスを狙うことができるようになった。MMC は高品質な車を安い値段で売る会社だという評判が高まり、会社は成長を続け、英国国内市場でのシェアを増加させていった。1924年には MMC はイギリスフォードを抜き51%の国内シェアを確保していた。サプライヤーを買収するという方針も掲げ、 例えば、1923年には、オチキス社のコベントリー工場を、モーリスエンジン工場とした。1924年には、オックスフォードで、モーリス社の販売代理店を経営していた、セシル・キンバーが、モーリス社のスポーティバージョンを製作する会社として、MGE を設立。これは、キンバーが経営していた販売会社の名前、モーリス・ガレージから付けた名前である。 1928年には、モーリスマイナーで小型車市場へも参入。847cc エンジンは1927年にモーリス参加となっていた、ウーズレー製だった。この小型車市場への参入により、大強行時代を切り抜けることができた。マイナーの後継として1934年ドンドンモーターショーで、モーリス8を公開し Y 型フォードに対抗した。 1932年には、レオナルド・ロードを社長とする。ロードは工場を整理し、製造ラインを合理化しようとしたが、モーリスと合わず1936年に、カウリーを粉々にしてやると言い残しライバルの、オースチニへ移った。1936年には別会社だった、モーリス商用車が、モーリスの意により、モーリスモーターに吸収される。百三十八年にモーリスは、 ナッフィールド施策となり、ウーズレーに加え MG もモーリス社に組み入れ、さらに来例を買収し、ナッフィールドオーガニゼーションとなる。第二次世界大戦が終わり、戦前モデルのトとテンの生産を再開。1948年には後継者としてモーリスマイナーを発売。この社名は1928年の小型車で一度使われていた。 この車はアレック・イシゴニス設計で、モーリス社の中では最も有名な車となる。設計者としてのイシゴニス自身は後ミニでその名を知られるようになる。また同年、マイナーを大きくしたスタイルを持ったモーリス・オックスフォードも登場。これはインドのアンバサダー社の設計によるものだった。第二次世界大戦中にイギリス軍で使われていたモーリスのトラックは、 安価に放出された。フェルッチオ・ランボルギーニはこれに目をつけ、トラックが不足していたイタリア向けとして安価に入手した軍用トラックを民生品に改造して販売、大きな利益を得た。また同じく大量に放出されたモーリスのエンジンを改造した農業用トラクターを販売資材を成した。1951年にナッフィールド・オーガニゼーションは、 長年のライバルだったオースチンと合併し、ブリティッシュモーターコーポレーションとなる。ここで、レオナルドロードが復帰する。レオナルドロードは、オースチンの会長となっていた。BMC ではオースチン派が派遣を持ち、新会社は、バッジエンジニアリングへの道を邁進する。オースチン、モーリス、その他、BMC の車は皆同じような車となっていった。1968年、 モーリスブランドはブリティッシュレーランドモーターコーポレーションに吸収された。モーリスブランドは1980年代初頭にはモーリスマリーナ、モーリスマリーナなどで使われた。マリーナはモーリスアイタルのマイナーチェンジモデルでモーリスブランドとして最後の乗用車となった。モーリスアイタルは1984年に終了する。本当の最後のモーリスはバンだった。これは オースチンメトロがベースとなっていた。オックスフォード・カウリーにあったかつてのモーリス社の組み立て工場は1980年初めにはオースチンとローバーの姉妹社生産工場となった。2005年、ブリティッシュ・レイランド社の最終的な存続会社となっていた MG ローバー社は経営破綻した。その際、中国の自動車会社、南京議社が q MG ローバー社の資産の大部分を買収。 旧 m g ローバー社が所有していたブランドの一つとして、モーリスの商標権も南京に社に移動している。英語読みではホチキス。ありがとうございます。